栄光の架け橋へと。はい、どうも山久保です。皆様お久しぶりです。この度現役を引退することが決まったので皆様にご報告いたします。めちゃくちゃいい天気です、高知県。はい、暑いですね。まあそんなことどうでもいいんですけど、まあ引退すること、サッカー選手を辞めることが決まったんですけど、引退の決め手みたいな、これがあったから引退しますみたいなのは特になくて、去年のシーズン2021年シーズンで、まあ、栃木シティで結果を出せなかったら辞めるっていうのは自分の中で心に決めて臨んだシーズンだったの で、 で、まあ、それで結果、自分が思うような結果が出せなかったので、もうそこはちゃんと自分が決めたことを守って辞めようかなと思って引退を決断しました。で、まあ、僕自身サッカーすごい好きなので、まあ、どこかでサッカーをしたいなと思ってるの で、 で四国とかだと、結構ね、周りが弱いっていうとあれなんですけど、そこまで力入れてるクラブがないんですよ、地域に。まあ、FC 徳島ぐらい、今年地決に出た、そこぐらいしかないので、高知県にねちょっと強いチームあるんですよ。そことかに入ると地決とかも狙えちゃうっていうことが起こるので、まあ、そういう感じでレベルの高いところでやれたらいいかなぐらいの感じで、まあ、徐々に仕事、まあ、ビジネスとかの方にシフトして、そっちに注力を注ぎながら、サッカーが一番の生活っていうのは、まあ、去年でおしまいかなっていうふうに自分で決めて、このご報告といたします。このチャンネルを見てくれてる他の地域リーガーの方とか、まあ、サッカーやってる方とか、まあ、引退ってすごい決断することだと思うんですけど、まあ、サッカーって正直どこでもできるので、なんかそんなサッカーとスパッと切れるっていうわけじゃないって僕は思ってるので、まあ、もちろんサッカー一番の生活は終わっちゃうんですけど、まあ、違う関わり方でサッカーを知れるっていうのはまあ面白みかなと思ってるので、もしかしたら指導者かもしれないし、なんかスポンサーっていう立ち位置からサッカーに関わるかもしれないし、運営かもしれないし、わかんないですけど、まあ、生涯を通してサッカーに対して恩返しとか関わっていけたらなとは思っています。このチャンネルなんですけど、山久保チャンネルなんですけど、まあ、もちろんサッカーをメインで上げてきたので、なんか今後やることっていうのをこのチャンネルで上げることはないんですけど、今後やっていくチームでなんか面白いサッカーのこととか上げれたらなと思ってます。なので皆さんチャンネル登録重ねてください、お願いします。はい、こんな感じです。こんな感じで、まあ、サッカー後悔あるかとか心残りあるかみたいな話をされると、あ、もっとやりたかったなとか、まだやれるなとか、そういう思いもあったりはするんですけど、まあ決めたことなので、ここでこのしびれる業界から身を退きたいと思います。本当に最高でした。サッカー選手やってた時楽しかったですね、一番は。やっぱりで、僕結構まあ自信家だったりするので、まあ、サッカーやってる主張なんてみんなだと思うんですけど、アスリートはみんな自信家だと思うんですけど、まあ、何歳までにこのリーグにいなかったら辞めるっていうのはこう自分の中で決めてたところがあって、なかなかそれを達成できずにこうずる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 目標を下げていってたんですけど、まあそこの目標に対してなかなか達成できないなっていうのが一番やっぱり引退するところの大きなきっかけかなと思います。あと、俺ならできる、俺ならできると思ってやってきてたんですけど、まあ、そこに対して、まあ、少し自信がなくなった。まあ、自信なんてこうその状況の浮き沈みがあったりするので別に何とも言えないんですけど、こうなんていうの、自分の揺るぎない俺ならいけるっていうところが、なんか J リーガーになりたいとか、自分が目標としている J リーグのこのカテゴリーまで行きたいみたいなところに対してちょっと揺るぎが出てきたっていうか、あれっていうところが、まあ、年々ちょっと徐々に出てきたところが、やっぱりもう上でやれるメンタリティじゃないなっていうのはちょっと感じ出したので、まあ、そういう意味で引退の大きなきっかけになったかなとは思います。で、今この時代はサッカーチームがいっぱいあるので、やろうと思ったら全然やれるし、こんな僕でもオファーくれたチームもあったし、全然やれるんですけど、まあサッカーは第一線じゃなくて違う、まあ、仕事に対して情熱を続けて注いでいきたいなっていうふうに今は思ってます。で、まだ全然けど次の仕事なんて決めてないので、皆さんご職業ご紹介してくださいまし、 DM で僕に仕事を紹介してくださいまし。はい、こんな感じで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。 YouTube これからもチャンネル登録外さずに今度また上げていくのでよろしくお願いします。それではまた。別に怒ってなんかないよ、ただお前の諦めた姿が嫌いなだけ。おーおーおー、下を向いてないで、次は頑張れよ、結果より気持ちだろう。俺らに必要なのは、頭抱えないで、周りを見てごらん。君が素直に頼れば支えるから。ななななななな、
後ろを見てごらん、俺たちがうなずいてあげるから、タン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 、悲しい時だけが仲間じゃないだろう、俺たちは共に励まし喜び合い生きてゆく笑顔の日々を。お前はそこで諦めるのか、とかやめるのか。